ブッカ・ホワイトとして知られる、ブッカ・ティ・ワシントン・ホワイトは、アメリカ合衆国のデルタ・ブルースのギタリスト、歌手。ブッカという通称は、ホワイトの本名を音社したもので、1937年に、ボキャリアン・レーベルから出た2枚目のレコードで、初めてこの表記が用いられた。ミシシッピ州のアバディーンとヒューストンの中間のあたりで、生まれたホワイトは、BB ・キングの母親といとこの関係であった。 ホワイトはナショナルストリングインストゥルメンツコーポレーション製のスティールギターを使用していたことがよく知られていた。また、さほど頻繁にではなかったが、ピアノも演奏した。ホワイトのミュージシャンとしてのキャリアは、スクウェアダンスのためにフィドルを演奏することから始まった。ホワイトは活動の初期にチャーリーパットンに会ったことがあると述べていたが、これについては疑問が投げかけられている。 ことの真相はどうであれ、パットンはホワイトに大きな影響を与えた。ホワイトはオープンチューニングでスライドギターを演奏するのが常であった。ホワイトはスキップ・ジェームスらと共に E マイナーのクロスノートチューニングを用いる少数のミュージシャンたちの一人であったが、これはジェームス同様にヘンリー・スタッキーから学んだものであったかもしれない。ホワイトは 1930年にビクターレコードで最初の吹き込みをした。ビクターの録音は他の多くのブルースマンたちがそうであったようにカントリーブルースからゴスペル音楽にまたがるようなものであった。ビクターは1930年にホワイトの写真を公表した。ホワイトのゴスペルはブラインドウィリー・ジョンソンのスタイルで歌われており歌詞の各く行の最後のフレーズに 女性歌手の友賞でアクセントをつけている9年後、暴行で服役していたホワイトは、フォークロリストジョン・ロマックスの求めに応じて、録音を行った。この前後に吹き込まれた曲の中には、ホワイトの曲として最もよく知られている、シェクエム・オン・ダウニやポ・ボーイなどが含まれている。ボブ・ディランは、ホワイトのフィサン・ツーダイ・ブルーズをカバーしており、それも一助となって1963年には、 ギタリストのジョン・フェイヒーと E.D. デンソンによってホワイトは再発見され1960年代のフォークリバイバルのシーンに登場することになった。もともとこの曲はビクターの音楽プロデューサーがホワイトの他の曲をあまり気に入らなかったために録音することになったものであった。この曲はスタジオで即席に作られた作品で30年後に再度注目されるまで ホワイト自身も気に留めてもいないものであった。ホワイトは一時期、経験豊かなブルース関係のマネージャーである、アーンブロガーのマネジメントの下にあった。フェイヒーとデンソンがホワイトを見つけるのは、簡単だった。フェイヒーは、ブッカ・ホワイト、C、大ゼネラル・デリバリー、アバディーン、ミシシッピーとだけアテナ書きしたハガキを出したのである。フェイヒーは、ホワイトの歌、アバディーン、 ミシシッピーからホワイトがまだそこか、その近傍に住んでいるものと踏んでいた。この葉書はテネシー州メンフィスへ転送され、タンク工場で働いていたホワイトの元へ届いた。ほどなくしてフェイヒーとデンソンはホワイトと会うためにメンフィスへ赴き、フェイヒーはホワイトと修正の信仰を結んだ。ホワイトはデンソンとフェイヒーのタコマレコードで新たなアルバムを吹き込み、 デンソンのマネジメントの下に入った。後に、ホワイトは、やはりミュージシャンであるヒューリー・ルイスとも親しくなった。二人は、主に、ルイスのメンフィスのアパートで、一緒にアルバム、ファーリー・ルイス、ブッカ・ホワイト・フレンズ・パーティー、エーティホームを制作した。パーチマン・ファーム・ブルーズに歌われた、ミシシッピ州立刑務所ホワイトの作品の中でも、最も知られたものの一つである。 パーチマン・ファーム・ブルーズは、ミシシッピ州サンフラー郡にある、ミシシッピ州立刑務所、通称、パーチマン農場のことを歌ったものであり、ハリー・スミスが編集した、ハリー・スミス・アンソロジー・オブ・アメリカン・フォーク・ミュージック、ボリューム4に収録されて、広く知られるようになった。この曲は、ロイ・ヘッドの弾いたトレーツが、ジョニー・ウィンターと共に、1960年代の遅い時期にカバーした。 様々な吹き込みが存在するシェクエム・オンダウンはホワイトの1937年のバージョンが決定版だと考えられておりホワイト本人がパーチマン刑務所で服役している間にヒット曲となったホワイトは1977年2月にテネシー州メンフィスでガンにより67歳で亡くなった1990年ホワイトはブルースの殿堂へ 没後の伝道入りを果たした2011年11月21日、レコーディングアカデミーは、フィサン、ツーダイブルーズを、グラミーの伝道賞の2012年の受賞曲リストに、加えたことを明らかにした。レッド・チェッペリンの1970年のアルバム、レッド・チェッペリン3に収められた曲、ハッツ・オフ・トロイ・ハーパー・ハーパーは、大部分が、ホワイトの、シェイク・エム・オンダウンを元にしたものである。 同じく1975年のアルバムフィジカルグラフィティに収められた曲カスタードパイもシェクエム・オンダウンを参照している。ホワイトが1963年に録音したシェクエム・オンダウンとホワイトの語りであるリメンブランス・オブ・チャーリー・パットンはサンプリングされて電子音楽アーティストのリコイルの1992年のアルバムブラッドラインのトラック エレクトロブルーズ4ブッカホワイトに使用された。この曲はさらに作り直しがなされ、2000年にリリースされた EP ジェザベルにも収録された。エリック・ビブはホワイトの有名なギターに触れた際に感じ取ったストーリーをもとに2010年1月26日にテラーク・インターナショナル・コーポレーションからアルバムブッカー S ギターを発表した。ホワイトの曲である パーチマンファームブルーズは、ジェフ・バックリーも録音しており、バックリーの死後に、アルバム、グレース・レガシー・エディションのボーナストラックとしてリリースされた。ありがとうございます。